はい、生き方ですけれども、すすきのラフィラのところの、出口、この辺りから出まして、でん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 、はい、すすきの五条メイプル通りを西側に進んでいきます。そして2つ目の信号のところに、ローソンがありますね。ちなみに点このローソンですね、これをこっち側にで、以前はこちら松田釣具店っていう看板の上にあったんですが、移転してこの2軒先のビルに、なっています。ですね、このローソンのところから、以前はここにありましたが今は取り壊されています。10月から移転して、ここのビルですね。そしてですね、目印としましては、まあ、歩いて30秒ぐらいなのでわかると思いますが、ストリートビューで見ますとですね、こちらが以前の店で、ここがにあるんですが、ここに別なジンギスカン屋さんの看板が見えます。で、この奥になります。ですね、説明欄にリンクを貼っときますのでご利用ください。はい、すすきの駅からこう目印はローソン、こちらが旧店舗で、こちらとなります。ここにあった。そうですね。で、多分どっかだよね。旭川観光ビルだっけ。
肉の目とかなんかその辺どうですか。大ごちそう落ちちゃった。なるほど。